日本人の淡井圭介です。2023年7月の22日、昨日、まあ本日かな、アップロードしたのは、まあ天皇家の方たちや国会議員の方たち、まあ内閣の方たちや、海外の方たち、一般人の方たちへの、まあ1と2などをアップロードしたんですが、YouTube に。その続きなんですけども、その、喋ってる内容の中で、各政令指定都市は、都政六法の内容に従わなければならない。こうなってますよね。普通に解釈したら、状況と、もう全議員の方、給与全員 半額でいいんじゃなかったんですか？その、海外のベスト、とってん、その、首脳の方の、その年収、まあ、安倍さんが2400万円だったっていうところを見ると、もしかしたら、海外いろんなところ、まあ、地球不完備外交ということで、いろんなところ飛び回ってましたけども、半分、返納されてたんじゃないですか。だから、それが返納という意味が法的に、本当はそうなんだよっていうことで、総理自ら、そういう立場を示されたんじゃなかったんでしょうかということなんですよ。だからエネルギーの残存量問題とか全ての話をひっくるめて考えると、今までね、私が申し上げた1と2、その重要な内容のところで、すでに本当はそういう体制なんじゃないですか。だから今、まあちょっと前に寝屋川区の、まあその記事もね、昔見たことあるような気がするんですよ。大阪市の大阪府の寝屋川市ですかね。市長の方が、3割返納、その支持率に応じてとか、なんかそのよくわからない、法律云々が記事になってましたけども、もう半額返納でいいじゃないですか。ね。大阪ずっと、ガンバ大阪とセレッソ大阪一体化できなかったんでしょ？そんなものを、ね、府知事も大阪府の全ての市長も議員さんも全員給与半額ですよ。ずっとそれでも、そうでもしなかった、それしても多分釣り合い取れないですよ。はっきり言って、もう作ってしまった後ですから。で、一応吉村さんの肩を持つわけじゃないですけども、一応最初維新の会は万博とか反対してませんでしたっけ？カジノ、無誘致。結局なし崩しで、そうなってしまったんでしょ？で、一応、これは良いニュースでもあるんですけども、海外からの万博の出展に関して入札がないと。進んでいないと。いうことなんですけど、これで OK なんです。海外の方たちもご理解していただけました。結局、万博という名のもとに、いろんな議員とか、その関係者とかが、給与という、報酬という形でお金を得ていた。税金の使い回しでね。オール財です。まあ、それ理解してくれたから、入札しなくなったんでしょ？出し物しませんっていうことで、海外の方たち。それ便乗してしまったら、もうそこも行きますよ。インターポール。もうそれで行きましょう。世界中の方たち。それでも話合わせましょう。きりないですよ。こんな世の中。いつまでたってもそういう勢力の連中が存在しますから。しかもエロ業界と一緒に組んでる。特に東京。全員がっていうことじゃないですよ。一部の人間が。そこ完全に根絶やしにしないと。大阪もそうですけども、兵庫県もそうですけども。どうせ福岡とか札幌とかそうなんでしょ？主要都市。あとは愛知県、まあ四国とかはどうかな、人口もともと少ないですからね。そんないかがわしいところがあるのかどうか、要するにエロ業界のことなんですけどね。ただインターネット上ではこの間見たんですよ、有料でそのエロ業界のアダルト、もともとアダルトビデオって呼ばれた類のものですよ。そういうものがまだ残ってるんですよ。削除しないと。
何のためにスーパーコンピューター作ったんですかって、それ一斉摘発したらいいんですよ。コンピューター簡単に検索させれるんですから、世界中どこの国も摘発しなさいよ。何してたんです、トランプ大統領が議会をどうのこうのみたいなことを言ってますけども、それもわかりますよ、わかりますけども、その前に、その前じゃない、それもしっかりと裁判しなきゃならないかもしれませんけども、早く世界中の政府は取り締まりしないと。インターポールの下で何を遊んでるんです、仕事したふりして。こういう話になるんですよ、本当に。いつまでたっても摘発しないんだったら全員ボーナスなしですよ、退職金も。当たり前ですよ、そんなもん検察庁も同じですよ。どうせ世界中同じようなことしてたんですから。私みたいに政府のね、もともと経団連とかああいうふうな大企業だった役員とかその関係者が議員になってた、もしくは議員の末裔とかはそういうふうな企業の役員になっていた、こういったところは暴力団をと癒着していた1956年の話にこだわりますけども、売春防止法が出来上がったのがね、それまでどれだけむちゃくちゃな世界だったかっていうことは皆さんご理解できますよね。ほとんどの人は、ほとんどの人は低所得者ですから、そんな世界認めませんよ。富裕層しかそういう世界開けませんから。今言った後に自分でごくってこうしましたけども、はっきり言って逆ですよ。聞いていてドキッとしてる人間の方が多いんじゃないですか、特に50歳以上の人たち。いつまでこのような世の中運営してるんです。で、今日の日本人のメジャーリーグの成績が全く理解できないですね。大谷翔平のコントロールが悪くなっていた。映像はまだ見てませんけども、結果だけ。速報で、菊池雄星にも勝ち星がつかなかった。アメリカの大リーグ、分かってないんじゃないですか。私がアップロードした内容、叱っていいんです。大きな声で。怒鳴るような形で。それしなかったら、相手が悪いことをしてる人間の方が萎縮しなきゃならないんです。わかります？悪い人間が調子乗ってたら世の中無茶苦茶な方向にしか進まないから。叱る人間がいなくなったら世の中どうなるかわかるでしょ？まあ今日もいろいろ撮影行ってきましたけども、マクドナルドさんがアリの仲間地で、JA の元でマクドナルドの店を出そうとしてる。あるんです。すぐ近くに岡場駅というところがあって、エコールリラというところがあって、そこの3階にマクドナルドはあるんです。日本はものすごい勢いで少子化進んでるんです。いいですか、そんなもん作られたら困るんです。土地開けといてもらわなかったら、河川の土砂をかき出した時に置いておくところなんです。そこはわけもわからないで、出しゃばらないでください。いいですか？マクドナルドが日本国内で売ってた店舗でね、赤字出していた時に、私が言ったんですよ。マクドナルドが値段上げたらいいって。販売価格に無理があるって。無理だって、そんな体制って。お客さん分散され、せっかく値段上げて、それでもお客さんが、ね、それなりに来てくれてるのに。一つの区間の駅に2店舗も出してどうするんです。経営の仕方何にも分かってないでしょ。あなたたちが現場入って働かないからですよ。仕事が遅いから、現場で動くスピードはどうせ。だからそういう考え方になるんですよ。数字ばっかり見て、しっかりとして働いてる、スピードをしっかりと発揮して頑張って働いてる従業員の人たちにボーナス何ヶ月分出してます？人材派遣会社の人たちに退職金は、住居手当は、扶養手当は、いりますよ、本当は。もうこの辺は、めちゃくちゃなんです。飲食店なんかもともとなかったのに、ほとんど。それなのに、2倍、3倍の量が出店してしまってるんです。無理なものは無理なんです。理解してください。これ以上国の税金使って、
金持ちになろうと考えるのやめてください、日本人も含めて。いいですか、解体した建物の跡地はかき出した土砂、河川の底の、それを置いとく場所、一時的に置いておく場所にするだけですから、その土砂は後で使い道があります。もういいから、その先までとりあえず一時考えない、店を出店しないっていうことを理解すること。日本人も海外の人も先進諸国はどこも少子化、河川の水が干上がった時、土砂がいっぱい堆積してるの見たらわかるでしょ。それをシャベルカーとか使わないで、運動後の学生さんやプロのアスリートの人たちに、どうせ体鍛えるんだから、シャベルで、ね、スコップで、大きなスコップで、それと手押し車、それとロープを引っ張って、河川の底から、まあ木の箱でもいいです、箱みたいなものでも。とにかく金属とかあまり使わないこと、それも加工するのにエネルギーがいるから、ガス、天然ガスね、ウラン鉱もしくは石炭、ガソリン、重油、そういったもので発電してるんですから。重機なんかは使わない、ガソリン使うから、それは絶対ダメ、本当に。最終的に飛行機とか全く飛ばせなくなりますから、貨物船とか動かせなくなりますから、絶対ダメ。今の現状は先延ばししてるだけですから。何のために運動部こんなにたくさん作ったんですかって、国際線とか学生さんはダメなんです。いいとこ許せるのは限られた種目のオリンピックのみなんです。オリンピックも大半の種目は削ってもらいたいんです。しなきゃ無理なんです。さらにその先も多分削っていくことになると思います、種目、当たり前です。で、消滅します。最終的にもともと社会の役に 何の役に立ってたんだって、オリンピックはって。河川の土砂のかき出しとか太陽光パネルの設置とか、体鍛えてる人間だったら効率性、高い効率性を発揮できるから、それなら理解ができるんですよ。走るだけで終わったりしたらダメなんです。柔道をするだけで終わったらダメなんです。当たり前でしょ。昔はもともとしてたんですよ、河川の土砂のかき出し。石ころとかもだいぶのけなきゃならないんです、持てるような石ね。さすがに50センチ ×50 センチぐらいの石から、そういう風なところは本当に2メートル前後とかで体鍛えてるタイプのアスリートの人たちに持ち上げてもらわなかったら、これは正直170センチ台の人にはかなりきつい重労働になってきます。2人で持つにせよ何にせよね、一日中するわけですから。だから自分の国の国土面積とかを考えたときに、体を鍛えるのにいちいちジムなんかに行かない、ベンチプレスとかあんなことしなくても、河川の土砂のかき出しと石ころをね、岩石とかを運ぶのにものすごい筋トレになりますから、ものすごい力持ちになりますよ。で、ある程度こういうふうなものの言い方で言わなかったら伝わらないでしょ。誰が怠けてたんですかっていうことで、心当たりあるでしょ。各議員さんの人たち、法律減らさなきゃなんない、法律増やしてたんですから。平成20年度版の六法全書と平成31年度の六法全書、私持ってますけども、何百ページも増えてるじゃないですか。何を逆のことしてるんです、世間を困らせて。結局そこに票なんか載ってないのに政府の窓口で票出してくるんですから。矛盾する法律たくさん作っといて、こんなことしたら世の中大混乱ですよ。いらない法律さっさささっさと大量に削除しないと、500ページほどいけますよ、軽く。現行法規と現代日本法規両方合わせて現代日本法規の方向からの考え方で、法の悪用、国会でこれ以上法律作っちゃダメですよ、本当に。減らさなきゃならないの、書類のひな形変えるだけでじゃないですか、本当に。細かいこと書いてなくてもそういう書類作るんだから、政府が勝手に、身勝手に。で、その後の始末は知りませんって、そんな話受け入れられませんよ。で、これは、こういうストレートのことを、どこかの組織に入った人間が言えるかって言って言えないんですよ。どこの組織も国から金回してもらったりしてるから、元辿っていくとフィナンシャルグループとか、大変な癒着。全部僕の勝ちです。それを警察官まで使って精神病院に入れていた。それも何回もね。トータルで9回入れられてますよ、入院。
全部2ヶ月と20日ぐらい、20何日かな、投入された税金、1回の入院で300万近くだから、まあ2500万ほどはありますね。多分それぐらいですね。あっといらない薬、ずーっと販売しようとする。その3000万、警察官と、その精神病院の入院の担当した医者とかに払わせないと。当たり前ですよ。そうしなかったら警察官がずっと隠蔽しようとするんですから。物事を覚えようとしないで、見てないとかでごまかして。ちゃんとこの YouTube の動画見せないと。順番に。で、淡井圭介が訴えてる内容とか、ね、精神病院での内容、今までどういうふうなことがあったかっていう詳細を、ある程度裁判所に出してるんですから。令和5年、括弧は括弧閉じる第485号だけじゃ足らないんです。その前に提出した令和4年、括弧の括弧閉じる、もう朝廷の方で最初進めようかなと思ったんですよ。どんな話が出てくるかわからないから。脳の後、括弧閉じるの後、第1736号ぐらい、もうそれもホームページ淡井圭介の歴の300番台のところに記載してますから。で、302番とかの精神病院についてとかもそれも見ないと。警察官という職業はいかに、汚れていたかっていうことを自覚しないと、警察官が。そこからがスタート地点なんですよ。昔もその話してるんですよ、私が20歳ぐらいの頃に。それで心入れ替えて働きますだったでしょ、有馬警察署の人たちは。間違えてたんですから。その次は兵庫県警。警察署も、同じ。次、自衛隊。自衛隊が警察官監視しないと。何のために自衛官とか、軍の人間に警察官を持たせているのか。警察官を抑え込むためですよ。そうしなかったら世界中滅びますよ、どう考えても。エネルギーの残存量問題、まだ頭に中に入ってない人は、事態を受け入れてないんでしょ。もう一度言いますよ。石油の残存量、今年でおよそ約50年分、シェールオイルとか含めてです。大昔からシェールオイルまで掘ってるんですよ。世界中どこの地点も。シェールガス含めて天然ガス50年分ありません。数年前のデータです。国連の。ウラン鉱。これも世界中原発が大型化されて、今400何十基が稼働していて、建設計画中が600数十基です。で、消費量が全然違うんです。発電量が。30万キロワットのものもあれば、今の最新式のものは日本であれば120万キロワットとか130万キロワットなんですよ。で、正直これは世界中の600何十基のその建設中含めてね、稼働してるのは400何十基ですけども、これがどれぐらいのペースでウラン鉱を消費するのかわからない。そんなもの計算できる人間、世界中国連でもいないんです。私から言わせると。で、淡井圭介のことを信用してない人間は、まだこの話を受け入れられないんでしょ？国連の方が実力あるって思ってるんでしょ？それが分かってない人間の答えなんですよ。淡井圭介の力を見くびってる。自分が家電製品とかの修理、その仕事してみなさいよ。いいですか？パーツ交換とかすれば、洗濯機も、テレビも、冷蔵庫も、ほぼずっと使えるんですよ。まだ疑ってる人間は存在する。テレビがつかなくなったら、要するに点灯ランプのところ、その点灯ランプまで交換したらいいんです。最初は基板あたりですよ。交換するのはね。もしかしたら、発光信号を出すリモコンの方のところかもしれないし、発光信号を受ける受信口のところかもしれない。受信機の方かもしれない。交換するのはね、最初。何のためにテレビを薄型にして規格を統一したと思ってるんです。エコロジーな社会を作るためですよ。もう今更みんなテレビ買ってるんだから。あとはパーツ交換でいいんですよ。新しいもの買わなくていいんです。それを生産したがるんでしょう。実力ない人は経営者行くからですよ。
だから私はオールジャパンっていう形で家電メーカーだけ部門を各メーカーから切り離して作らないとって言ってるじゃないですか。いつまでってもしない、根性ないから。自分が給料もらってるから、報酬とか自分の人生安泰だから、だから仕事を怠ける。いつまでってもそういう話し合いを進めようとしない。こんなこと安倍政権の頃に10年ぐらい前から言ってますからね。20歳ぐらいの頃にも同じこと言いましたよ。いつになったら自分の仕事しっかりするんです、役員の人たちは。企業等も昔からですよ。いいですか、裁判所が口座の差し押さえに8000円一つの口座差し押さえるのに求めてるからこんな社会になるんですよ。銀行全部統合したらいいんですよ、一本化。そしたら一つの口座だけ押さえ込めばいいんですから、簡単。もともと銀行は合併してる、東京都の1900年頃の無人銀行の頃から。ムーツキルと書いて無人銀行、ずっと合併を繰り返します。当たり前ですよ。他の銀行に口座作られて引き落とせなくなったらどうするんです、差し押さえしている方は。それ平気で裁判所の窓口の人間が笑いながら、それだったら空振りですって言うんですよ。はっきり言いますよ、笑いながらそういうことを言う人、裁判所で働く人間としてふさわしくないですよ。今までもらったボーナス全部返済してください。民間人の我慢にも限界ありますよ。当たり前でしょ、どれだけ民間人が金踏んでくったら気が済むんです。ピンハネをしてる人間しか大きな家しか家は建てられないんですよ。400万円以上の車に乗ってる人間は、まあ、そもそもあの本当は公共機関の電車バス徒歩で、ほとんどの人間は車なんか買っちゃダメなんですよ。なのに車買ってる人はいるんでしょう、裁判所の勤務者で。向いてないですよそんな人、裁判所で勤務するのに。弁護士会館も同じ、公務員、国家公務員全員同じ。天皇陛下と総理ぐらいですよ。私でも14プラス3人の元々の設定されている変わらない法律の範囲の大臣の方たち全員今でも覚えられないんですよ。これだけ政治に深く関わっているものでも。陳情という法ね、政官法で陳情あるんですから、政治家に当選してからが本当の政治活動であって、それぐらいのことテレビで出ていろんなこと言っていいんです。言論の自由があるから、それなかったら悪さしっぱなしになるでしょ、どこが悪いのかも指摘できなくなるから。で、解決案とか悪いところを指摘しなかったら解決案が理解してもらえないでしょ。本当にめちゃくちゃな社会ばっかり。これで今日の阪神タイガースの試合で阪神タイガースのピッチャーがコントロール悪くなってたら許しませんよ。どうせコンピューターを使った東京の搾取でしょ、力の。いいですか、軽犯罪法の礼儀なんて今まで礼儀をわきまえてなかったのは全議員、公務員、いまだに敬語で物言えない。全国家公務員と公務員の人間なんか全員敬語を使うしかありませんよ。大体もともと働いている人はみんなお客様には敬語ですよ。最後にねえなんかつけてきた挑発行為ですよ。そんなにピンハネして働いている人間の方が偉いのって、それ法律は分かってないからだよ。そんな態度になるの、いつになったら現代法規と現代日本法規、じゃあ現行法規と現代日本法規の内容と都政六法の内容全部含めて物事考えられるようになるんだって。現実社会と向き合って判例と、おかしな判例今まで出してきた裁判官も本当にええ加減にせんと、実名全部世間に公表せえっていうことになりますよ。所在地ともちろん住所と
電話番号も含めて。これが本物の公文書公開ですよ。そうせんかったらどこの裁判官が国と癒着してむちゃくちゃなことしてたかっていうことがはっきりしない。誰アダルトビデオのああいう風な動画とか許してしまった裁判官、判例出してしまった裁判官、全員アウトよ。全員暴力団側だったっていうことよ。そもそもあんのそんな判例、聞いたことないんですよ。それとも僕は録画しやされてまってたんですか。確かにここ最近からです。私が自分のホームページにいろんな事件の内容とかを記載し始めたのは、警察官の人が捕まってる件とか、公務員の人がとか、医療機関がとか、ある程度分けとかないとすぐに文書だらけになりますから。あんな大きな家もともと無理、絶対。よっぽど悪いことしなかったら。福波さんっていう表札がかかってるところです。そここの間人の気配がしたんですけども、住んでるんですか誰か。無理でしょ本当は。あの大きさとあの建物の価格、固定資産税もかかってきますし、ローンだって本当は5年超えた結構な金利になりますから、どう考えても無理でしょ。でも簡単、もともと大きな家に住んでる人間がよっぽど悪いことしてなかったら住めない。ピンハネ大王とかにならなかったら全員から訴えられる本当は。で、裁判所の裁判官とか利用して訴えられるのを逃げてたんですよ。福波さんと思われる人が法テラスで出てきましたよ。そしたら受け付けてくれませんでしたよ。丁寧な言い方で断ってくるんです。君の頭の中では整理整頓ができてるみたいですけども、それを文章化してって、それだけ言って終わり。しっかりしたこと言ってるのに無理。そのような人弁護士に向いてない。国がお金出す必要ない。議員も無理、絶対無理。人助けする人間だけ議員になっていいのは、それとエネルギーの残存量問題とか分かってる人、それと半額給与、年収で。そうじゃなかったら無理。気が引き締まらないから。その人たちがお金を持ってしまうと、その感覚で物事を進めようとしてしまうから、絶対に無理なんです。低所得者の人たちがいかに苦しい生活をしているか、金銭的に民事で訴えられないような仕組みをなぜ国が作ってるのかっていうことに、いつまでたっても気づかないふりをして生きていこうとしますから。一つの口座を抑えるのに8000円、生活保護者にどうやってそんなことせえって言うんです。無理でしょ。コピー機とかで印刷してるだけでね、登記簿謄本とかお金出して帰って言うんでしょ。交通費だってかかるんですよ。いつもだっても裁判進められないじゃないですか。もう6万円近く使ってますよ、登記簿謄本と一定の登記簿謄本とコピー代だけで。それでもまだ訴状を求めてくるんですよ、裁判所に提出してるのに。誰が3部必要とか言い始めたんですか、相手側と訴状が。そんな法律いりませんよ。忘れたら困るから原告側にも1通自分に持たせておいて、で裁判所に一通提出、それ終わり。あなたたちが自分で複写しなさいよって言ったらいいんですよ。もしくは無料で出してあげる、複写したもの、裁判所の人が。仕事中に笑い話してる余裕あるんだから、裁判所の人たちが。いいですか。私が20歳ぐらいの頃ですよ、河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電言ってたの。結構いろんな人間に言ってたところまでもう記憶戻ってますよ。で、勤務地でいろいろその辺の話、勤務先の人たちとかも話してたのもう思い出しますからね。大阪ヒルトンで働いていた人たちがそう、中和株式会社の人たちもそう。どう考えても公務員の人たちに責任があります。今コンピューターが足組んでるかとか、その辺のところでですね、攻撃してきてるんでしょ。頭もなんかちょっと捉えてましたけど、足交差させてるだけなんです、足首のところ。それがそんなに悪いことですか。誰に迷惑かけました。逆でしょ。
大きな迷惑かけてたのはどちら側の一族だったんです。はっきり分かったでしょ。もう逃げないでくださいよ。で、話大阪維新の会の方たちに戻しますけども、絶対万博とカジノやめさせてくださいよ。それができないんだったら、結局大阪維新の会も同じだったっていう認定を私はします。以上です。皆さん腹くくってください。ご協力のほどよろしくお願いします。